高高橋、上げられる。負けました。打線が悪い。やっぱり負けか W。そりゃね、これだけ残塁してりゃ罰が当たりますよ。高高橋11連敗へ。初球フォークだけど甘く入ったのか。おいメジャーリーガーしっかりしろ。前は3回に崩れ出したが今日は4回に崩れ出したか。こうも13連敗まで行けば止まるだろう。さっさと点を取っておかないから。代理人、こいつ金になんねえ。こうの連敗はどうでもいい休みだ。竹内、今井に2桁を。高高橋は相変わらずだな。踏ん張れないのが今年のコーナーだな。復帰後はちょっとマシになったけど、フォーク棚投げしとるだけやからな。長いイニング投げられる投球してないのよ。これはもうダメかもわからんね。もう坊主でもしないと縁が悪いな。痩せて昔を思い出せ。とりあえずもう点やるな。森はどうした？懲罰？まだ点は取れるから踏ん張れ。あんだけ攻めて一瞬で逆転もきついわ。悪い時に比べたら急速出てるし、キレもあるから勝って乗ってもらいたいんだけどな。ご視聴ありがとうございました。